どうもビンゴおじさんです。今回のテーマはこちら、片物花火の作り方ということで、まあ、花火といえばですね、夏なのでちょっと季節外れではあるんですけど、まあ、あるですね、横浜にある小学校の6年生がですね、今クラスで花火大会をスクラッチで作っているということで、まあ、この片物花火がですね、どうやって作ればいいかわからないということで、まあ、リクエストいただいたので、そちらにお答えしていきたいと思います。で、どのようなものを作ったかというと、はい、こちらですね、簡単なものではありますけど、旗を押すとこう花火が打ち上がって、このようにですね、今回はですね、このニコちゃんマークの形に沿って花火が散っていく、まあ、そんなものを作っていきたいと思います。こちらですね、花火だけじゃなくて、例えばシューティングゲームみたいなことでも使えると思うので、ぜひですね、応用してゲーム作ってもらえればなというふうに思います。このチャンネルでは、まあ、いろいろなゲームの作り方からコードの解説までしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、 YouTube ショートの方では皆さんの作品の紹介もしていますので、ぜひご応募の方お願いします。では作っていきましょう。はい、ではですね、新しいプロジェクトを開いてもらって、まあ、今回この猫はいらないので、猫はまず消しておきましょうと。はい、そして、ちょっと花火なので、ステージ、この背景は黒にしておきたいので、ステージに行って背景で、ここを真っ黒に、はい、塗りつぶしておいてあげましょう。はい、こうですね、真っ黒に塗りつぶしておいてあげて、で、花火を作っていくので、はい、スプライトを選ぶから、描くで、まずはですね、普通にニコちゃんマークを、打ち上げるっていうのを作っていきたいんですけど、打ち上げるときにまずはこう種ですね、玉がこう上がっていって、ここで、花火が打ち上がるので、はい、この丸を使って、塗りつぶしの色は、はい、ですね、白色にして、はい、こんな感じで、ちっちゃい長細いですね、こんな感じの、はい、玉を作ってあげます。こんな感じですね、作ってあげます。はい、こうです。はい、ですね。で、ここで一つテクニックなんですけど、はい、これ実はですね、この小さい粒でやった場合って、はい、これですね、例えば大きさを 10% にすると、旗を押すとですね、はい、これは38になっちゃうと思いますね。これ 10% って無理なんですね。 10% って無理なんですよ。で、それは小さすぎると、大きさを、まあ、極限まで小さくできないっていうのがあるので、それを避けるためにですね、ここにこのサイズを少し大きくしておくんですね。で、この四角ツールでも何でもいいんですけど、なんかちょっと大きい四角を、はい、作ってあげて、コスチューム自体のサイズを上げて、で、このコスチュームの塗りつぶしをなしにするんですね。これなしにする。で、枠線もなし。はい、はい、そうすると、まあ、実はこういう大きさなんだけど、見た目はこういう粒で、そうするとこれにするとですね、大きさを10にすると、はい、ちゃんと10になりますね、になりますので、このようにですね、この粒の部分、玉の部分は作ってもらえればと思います。で、コスチュームはこれ種とでもしておきましょう。はい、で、周りの枠線もいらないので、枠線もなしにして、ちょっともう何もなくなったように見えますが、まあ、実はありますので安心してくださいと。で、もう一つですね、プラスで描くで、次はここに打ち上げた時のニコちゃんマーク、ここちょっと00にしておいて、はい、で、打ち上げた時のニコちゃんマークをまずは線で描いていきたいと思います。塗りつぶしの色はなしで、枠線を赤にして、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、はい、今大きさが10になっちゃってますので100にして、はい、で、太さを少し太くして、見やすくしておきましょう。はい、こんな感じですね。で、打ち上がった花火がこんな感じをイメージして、まあ、ニコちゃんマークなので少しこんな感じで、よいしょ、ちょっと適当に作りますが、はい、こんな感じのですね、ニコちゃんマークを作りましたと。で、これが、花火で打ち上がっていくっていう感じを作っていきたいんですけど、はい、で、普通にですね、これを打ち上げるときは簡単で、はい、イベントで、旗が押されたときに、はい、
で、まずはこの真ん中の下の方から打ち上がりますので、動きで X 座標0、 Y 座標マイナス180にしてですね、で見た目で最初はコスチュームを、はい、種にしますと。で、見た目で大きさを 100% にして、表示をするとですね、こうですね。はい、そして、ここから打ち上がっていきますので、制御で何々回繰り返す。で、今回は上向きなので、 Y 座標を10ずつ変えるを20回繰り返して、はい、そして一旦隠します。一旦隠して一瞬待って、今回は 0.3 秒しようかな、 0.3 秒一瞬待って見た目で表示をすると。はい、で、ここから、このですね、コスチュームが、ニコちゃんマークになって、コスチューム1、これ名前変えていきましょうかね、ニコちゃんというふうに変えておいて、はい、コスチュームをニコちゃんにして、でここから幽霊の効果を使っていきます。で幽霊の効果を最初は、0にしておいて、ここから、はい、少しずつですね、大きさを大きくしていきます。制御で何々回繰り返す。はい、大きさを1ずつ変えるを、はい、20回繰り返すというふうにして、ここからこれもう一回複製して、そこから幽霊の効果ですね、はい、ちょっと今打ち上がっちゃいましたけど、幽霊の効果を、5ずつ変える、5ずつで20回で100ですね、変えるというふうにしてください。はい、でこれでですね、これが全体を見ると、はい、こんな感じになってて、この状態で旗を押すとピュータがでドーンですね。はい、これで、まあ、これでもですね、基本的に片物花火ってできてることになると思うんですけど、まあ、ここからですね、今はこのようにこういう形が打ち上がってるんですけど、この形を全部本物の花火っぽくですね、一つ一つはですね、花火の粒で作っていきたいというふうに思います。で、それをどのように作っていくかということになるんですが、こちらクローンで作っていきます。またですね、コスチュームの方に戻ってもらって、このニコちゃんこれはこのまま置いといてもらっていいんですけど、プラスでコスチュームを選ぶで描くでですね、でここに、はい、小さなですね、粒を描きます。丸で、枠線はなしで、塗りつぶしの色を赤で、ちょっとグラデーションにしとくといいと思うので、真ん中が赤で、外側がなし、まあ、こういうグラデーションですねにして、こんな感じで、はい、まあ、10×10 ぐらいですかね、はい、まあ、13×13 でもいいと思うんですが、まあ、このぐらいの、はい、粒を作ります。粒を作る。で、これを、花火一粒とでもちょっと名前をしておいて、はい、ではですね、またコードに戻るんですけど、まあ、イメージしてほしいのが、はい、この、種がこう打ち上がります。そうするとこのさっき作った粒がさニコちゃんマークの形に飛び散っていくっていうことを、まあ、やっていきたいと思います。ではこの一つ一つのクローンがどこの場所に飛び散るかっていうのを作んなきゃいけないので、それをですね、これリストで作っていきます。で、ちょっと一旦ですね、ここの旗が押されたらここをピゴって切り離しておいてください。切り離しておいてもらって、でもう一つですね、はい、スプライトを描くで、このリストを作っていく用の、はい、スプライトを作っていきます。でスプライト1に戻って、このニコちゃんマークこれをですね、これでウィーとこう持っていって、スプライト2にコピーしてあげますと。はい、でスプライト2でちょっとですね、これ X 座標 Y 座標を00にしておいて、これ真ん中に持ってきておいてもらって、まあ、この場所が打ち上がる場所っていうイメージですね。まあ、なのでちょっともうちょっと上ですかね。Y 座標は20。まあ、このぐらい打ち上がったここですね。まあ、ここが最終地点と。まあ、もしかしたらこれ最終的にはもう少し
大きくなってた方がいいかもしれないので、ちょっとこれ選んで、最終的にどの大きさまで広がっていくのかっていうのをちょっとイメージしてもらって、はい、ここが最終的な場所っていうふうに考えてください。そしてこの場所の座標っていうのを、はい、作っていきます。ではコードに行って変数でですね、リストっていうのを新たに作っていきます。リストでニコちゃん、ニコちゃん X リストというのと、はい、リストでニコちゃん Y リストというのを2つリストを作ります。こうですね、ちょっとこうやっときます。でリストを作って、で、コードを書いていくんですけど、イベントで旗が押された時に、はい、これずっとというのを入れて、ずっと、はい、これポチポチっとですねクリックしていくと、その座標が、ここのリストに入っていくっていうのをやっていきたいので、もしマウスが押されたなら、何々待つというのを入れて、マウスが押されたではないまで待つですね。マウスが押されたではないまで待つ。まあ、これは1回クリックをするのを取ったということですね。はい。そして、ここに、何々を、はい、ニコちゃん X リストに追加する。これがマウスの X 座標。で、もう一つ。何々をニコちゃん Y リストに追加する。それは何かというと、マウスの Y 座標をニコちゃん Y リストに追加する。はい、このようにしてください。はい、そうすると、旗を押します。で、これちょっと全体拡大して、で、クリックをすると、はい、このようにですね、この場所っていうのは、X が0で Y が111ってことですね。まあ、このように、クリックした場所の X 座標と Y 座標が、ここに入っていくっていうイメージです。で、これをこのように、ちょっとずつ、この輪郭に沿ってポチポチとですね、はい、クリックをして X 座標 Y 座標のリストをこう作っていくイメージです。はい、このような形ですね。今回は88個の、まあ、リストを作ったということになります。はい、88個のリストで、このニコちゃんマークの点を取っていたということになります。では、はい、コードに戻って、でこれを一回も作ったらこれ剥がしておきましょう。剥がしておいて、はい、で、閉じると。では、先ほどのですね、この、リスト、このチェックボックスは外して、これ消しておいて、で、こちらのですね、花火のコードの方に行きます。で花火のコードを少し書き換えていきますが、これまた戻してあげて、この部分ですね、ここが種が打ち上がるところ、まあ、ここまでは、はい、そのままにしておいて、でこの下の部分、ここをバコッとこう外してしまいましょう。で外してしまって、で、クローンを作っていきます。でクローンを作るときに、このブロック定義で、はい、ここにですね、花火を作るとでもしておいて、でこの画面を再描画せずに実行する、これにチェックを入れておいてください。で OK でこうですね。はい、そして、花火を作るの中に、クローンを作っていくんですけど、クローンに、一つ一つに番号をつけたいので、変数ですね、 ID という変数を作って、で、このスプライトのみにチェックを入れておいてください。はい、そして、ここに ID を、はい、0にするというふうにして、で今回リストは、さっきこれもう一回表示しますが、88個のリストがありましたね。はい、では、クローンを88個作ります。で、イベントで、制御ですね、制御で何々回繰り返すで88回自分自身のクローンを作ると。で、ID をつけていかなきゃいけないので、一つずつ ID を変えて、一つ目が ID1、二つ目が ID2 っていう形のクローンを作っていくということになります。はい、そして、クローンされたとき、に、はい、で、見た目でコスチュームを、
花火一粒にしておいて、で、幽霊の効果を最初はゼロにしておいて、で、表示をすると。はい。で、あ、ここの表示をする、こっちはいらないですね。こっちはこうしといて、クローンされたら、クローンされた時に表示を、クローンが表示されるということですね。はい。そして、ここはポイントになるんですけど、動きの中に何々秒で、X 座標何々、Y 座標何々に変えるというのがあるので、これを1秒で、ここの X 座標をさっき作ったニコちゃん X リストの ID 番目、ID 番目、こうですね。はい。で、Y 座標をニコちゃん Y リスト、ニコちゃん Y リストの ID 番目にするというふうにしてください。はい。そして、少し待って、0.3 秒でしょうかな、 0.3 秒待って、だんだん薄く消えていくので、見た目で幽霊の効果を5ずつ20回変えて消しますと。で、最終的にこのクローンを削除するというふうにしてください。で、ここの部分ですね。ここの部分が大切で、ここですね。で、これ何を言っているかというと、さっき作った X リストと Y リストがありますと。で、そうしたときに1秒で、ID1 番、1つ目のクローンは、ニコちゃん X リストの ID 番目、つまり0ですね、0。で、Y 座標は111。1秒でここから0111の場所に行きますよと。で、2つ目の、はい、クローンは1秒で14110、このあたりですね、14110っていう場所に行きますよっていう形で、それを88個やってるということになります。ではこれでですね、旗を押してみましょう。旗を押すと、はい、あ、これですね、ごめんなさい、これが今表示されちゃってるので、はい、これを消しておきましょう。旗を押すとビューンドーンですね。まあこんな感じで、はい、もう一回見てみましょう。ビューンドーンですね。はい、こんな感じで、はい、描けたということになります。で、最後ですね、目と口の色を、ちょっと変えたいと思います。で、そのやり方なんですけど、この花火のコードに行って、はい、で、ここにですね、この表示をすると、ここの前にもし何々なら出なければというのを入れて、ここに不等号を入れて、もし ID、 さっき作った ID、 クローンの ID ですね、 ID が、70より大きければ、見た目で色の効果を例えば、80にすると。はい。出なければ色の効果をゼロにするというふうにすると、 ID によって色を変えることができるんですね。で、これちょっと見てみましょう。これ70は一回適当なのでうまくならないと思いますが、こう上がるとボンですね。はい、こんな感じで、少しこの右側の目のところから、色が変わってたのが分かると思います。で、これを調整して、じゃあ60ぐらいですかね、60ぐらいかな、ちょっと一回見てみよう。はい、あと2つですね。58かな。58にすると、はい、こんな感じで、目と口だけ緑色になったということになります。まあ、これさらに、まあ、口だけまた色を変えるとすると、この ID が何によって色が何になるっていうのをまた変えていけばいいと。条件を作っていけばいいということになりますので、まあ、それは頑張ってもらえればなというふうに思います。はい、これでですね、今回の解説は以上となります。これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説とか、まあ、テクニックの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画が役に立ったよという人は、グッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。